スイッチあんまそういう人おらんやん。それは嘘だけどね。それは嘘だけど。でも話そう、なんか別にその活動がうわーキモいって思うわけではないんやけど、なんかオルパコツアーってキモくないとかっていうわけではないんだけど、まあ私は関係ないところである話だろうなぐらいの距離感でこう見てたから、まあ、参加はせえへんねんけど、もしねそういう機会があったとしても、なんか名前で結構変わるよなと思って、しょっぱなカーは良くないと思う。いや、わかんない。そう、パーコの由来が何かによるけど。まあ、ニコ生は気違いばっかりだからね。パコってなんでしょうね。そう、パコの由来によるじゃん。あれ？なんでこうの？いいけど。あ、位置をしたからか。俺の名前がエマニュエル男爵なら見に来ない？どういうこと？見に来てくれるっていう意味合いの見に来ないのこと？見に来ない？見に来ないでしょってこと？めっちゃ顔してる。ここ顔結構出てくるよね。2号さんのふたこって何？わかんない、2号も。もうわかんないけど。いいじゃん。もうそう、意味についてはいいけど。俺の名前がサブローだったら見に来てくれない。サブローやったら見に行くと思うけどね。いや、わかんない。でも、なんだろう。結構タイミングとか、その時のテンションとかで見るから、いや、そんなもんやったら絶対見に行くよっていうのはね、その真面目に話すんであれば、そういう回答はできないけど。名前で結構印象変わるよなって話。何かまととかましてるのこの子。女の子だからね。割とスイッチそういう点で平和よなと思って。あんまそういう色濃いタイプの人もおらんじゃん。だからこう需要はあるんだろうなって思うけどね。名前にどこから性的なものを感じるんだい。別に感じたことないけどね。おひよ、おひよ。あ、おさちゃんだ。いや、おはよう。時折ツイッチのひどいところ見るけど。ツイッチって変な人いないよね、平和だね。変か普通かって言ったら変ちゃうかなって思うけどね。結局みんな変、結局みんな変やけど。変な割には。ぜひ開催してほしい。最近もゴタゴタしてた気もする。何かとね、そうあるけど、こうなんやろうね、あれとこ平和な空気は漂ってるよねって。うん、私アラさんも今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。なんやろう、平和じゃない、なんやかんや平和。足が短い。マインさん、さあ、4ヶ月目、ありがとうございます。お世話になってます。まあ、配信熟練者がいっぱいだから、なんか心得てる感じが多い。ほんま？いや、わかんない。それはわかんないけどね。まあ、でも、それぞれやと思うことに関しては。パンチャ、ありがとう。うん。なんか、濃いけど、なんやかんや、平和。なんか、超暴言みたいな吐かないじゃん。でもあれかなって思うけどね、こっちやからなんだっけ、ここ。PUBG？ 配信のジャンルが、私がね、関わってるジャンルが PUBG の人が多いからっていうのはあるかもしれないけど。うんこうんこは違うじゃん。LOL は割とこう、殺伐としてたりするしさ。あれやけど、ただまあ、トータルで見て割と平和やなとは思う。比較的ね。他の配信サイトを結構見るけど、ふわっちとか、ふわっちとか、あの、ニコ生の女の子が喋ってるだけの配信とか結構好きで見るんやけど、それは多分言いたいんやろうな。殺伐してるの？どうだろう、
配信によるけど、ちょこちょここう、なんだろう、バチバチしてるの見るか見えへんかで言ったら見えるなっていう印象はあるけど。なんでたまに悪口言うの？ふわっちてやばいの？わかんないけど。見に行って見に行ってほしいよ。興味があるんだったら見に行ってみてほしい。色は濃いなって思う。色は濃いの結局ネットで配信しようって思う人は大体色濃いじゃん。私も濃いね。自分も込みでね。結構色が濃いことが多い。クワッチは配信者の墓場って聞いた。まあそれぞれやろうけどね。思うことはそれぞれかもしれないけどね。汚いじゃん。普通にただ汚いじゃん、それは。そう、私、あらさんが言ってた、あらさんで申し訳ないねんけど。なんだっけ。なんかこう、いろんな人とおしゃべりして、24時間過ごすみたいなさ、なんかそういうのを計画してるんだみたいな風に、ちょっと前に言ってて、で、結構楽しみにしてたんやけど。なんか忙しそうで始まんないの。あらさん、プブリは簡単にしか撮影はかないからあれない。うん、そうそうそう、 PUBG が結局荒れにくいっていうのはあると思う。なんか結局その負けたりしても学校時代はいじめられたり異端児扱いされたやつがするそういう人もおるかもしれんね。そういう人もおるかもしれん。それに関してはもう何も言わないけどね。うん、まあ、みんながみんなそうではないんちゃうかなとは思うけどね。そう、なんか、結局、協力してやるゲームじゃないじゃん、このゲーム。まあ、スクワットとか、デュオとかはあれやけど、結局やりたい人と、その人がやりたいメンバー集めたりして、できるし、まあ、友達は少なかったけどね。私の話をするんやったら、出てきちゃったじゃん。暗くなるから、そういう話をすると私もなんなら私も友達はおらんかったけどね。 PUBG の話するから、 PUBG がこうやりたい、一緒にやる相手を選べるゲームやし、で仮にやったとしても特に何が起きるわけじゃないじゃん。別にポイントがね、いっぱいおるやんか。こんばんは。こんばんは。地元が暗い。地元じゃ地外扱いされてます。今でも地元都に住んでます。あの、あれよね。音がさ、やっぱりこうやって喋りながらやってると、私もちょっとご近所さんになんか思われてるんちゃうかなって思うねんけど。あの、声とかね、夜の音とかがどう思われてるかなって。いうのはあるけどね。あらさん、昨日いじめで前髪切られたのかな。学生時代は利得だった気がするのにこんな風に。あれしょ、えい、え、こう振り返るな。瞬間風速的なあれは普通だった。いやもうわかんない。何言ってるかわかんないけど、瞬間は普通だったんだけど、瞬間的には普通やったんやけど。まあ、友達多かったかっていうと多くないし、なんとも言えない。PUBG の話をすんねん、私は。PUBG がさ、たぶん PUBG の話をした。美容室行って挑んだからね。ヤマトンさんに会うにあたって。こう、結局 LOL がランダムでマッチした人と一緒にゲームをやんなきゃいけなくって、それによって、ポイントが増えたり減ったりするゲームなわけじゃん。やから、なんやかんやこう、ギスッとする瞬間が生まれる、その中の一人のせいで負けてしまった。ありがとうございました。このせいで、負けて自分が集めてるポイントが減ってしまったみたいなさ、ことが起きるわけじゃん。で、やから、そういうので、こう、ギスギスしたり、喧嘩したりすることがあるけど、PUBG はそういうことはないよねっていう話をね、したかった。ここまで伸びたけど。そうそうそう。割と味方ガチャ、もう PUBG も、なんやろ、一人でやったら、そら、そういうこと起きるけどさ、なんだっけ、一人でやって、まあ、味方がチームキル大好きマンの可能性あるじゃん、ソロスク。でまあチートがおったり。よかったね、無事終わって。
もういらんな、もの。あ、車？あ、トラック。よし、もうそれが嫌なんやったらもう4人、やっぱ自分以外の3人集めてやったらいいだけの話じゃん。だから、なんか、荒れにくいよなと思う。ほら、あれやと。あ、でもその感情的になれるゲームは、これ結構もう何回も言ってるけど、感情的になれるゲームがおもろいと思うから。わあ、足が短い。こんばんは。こんばんは、どうもー。LOL も私はすごいおもろいし、いいゲームやと思うけどね。まあその、ギスギスするのがしんどいっていうのはあるけどさ、あるけど。晩ご飯食べてきます。いってらっしゃい。後でー。また後で。ディスコする、チャットするディスコードで、また。こっちの方向に行くべきなんかわからん、こっちか。よかった、8時20分です。私とさきちゃんで一緒に出るけど、それがあるのが、違う、こっちか。それがあるのが、20分、8時20分からのやつに出る。で、ドンカップ自体は7時とかから多分あるはず。車ない。 LOL ね、 LOL、 心が汚れてるからそういう風に聞こえるんだろうけど、 LOL ね。とね、履いてる2の A です。もう最近カレンダーに全部の情報書くようにしてる。左見たら全部わかる。自分番の人のスマスタンで朝方4時まで配信してもらって大丈夫です。昨日の大会ディスコードはクソガキばっかだなって思いましたが、もうエロエロエロ。なんかその定期的にリーグオブレジェンドですね、わかりました。起きるのはリーグオブレジェンドですね。定期的に起きてるのがさ、お、車あるじゃん。ディスコードの中でイライラする人とイライラしてる人に対してイライラする人とかで、ディスコードの空気がちょっとギスッとする現象、あれ結構ほぼほぼ起きるよね。なんかよく起きる現象やなって思う。いろいろ大会参加したんやけど、させてもらったことがこうなんやかんや PUBG の配信結構参加させてもらってんけどさ、結構ギスギスしてる。いろんな大会でディスコードで、ワンちゃん、いろんな人いるしね。そう、なんかどうしてもその遅れたり何かが起きた時にイライラしちゃう人っていうのがおんねんけど、そのイライラしてる人に対してイライラする人もおんのよ。もうその辺の兼ね合いでディスコードの空気めっちゃ悪いっていうのが、昨日は私はもう入んなかった。まあ、チャットはちょっとピリッとしてたけど、動物園だった。動物園ってほどでもないけどね。やめて！猿山だった。くそ！あれは運営大変だわ。いいんだ、私バスがあるから。わっと鳴らしてもうた。なんか落とした。延長か？そんな中空気を読まずにうんちって書き込もう。そう、なんかそれでちょっと空気良くなったらいいなって思って、そういうなんかちょっとうんちみたいなこと書く人もおんの。なんか学校みたいやなと思って、ちょっと学校っぽさあるよなって思う。なんかそのいろんな人がおって、いろいろそれぞれ思って立ち回ってる感じ。どういうこと？ディスコードの話ね。大会のディスコードの話。8時20分から A でさきちゃんと出る。やめて、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 やめて。なんかいろいろ大変だなと思って、
そういうの込みでね、運営するのは大変だと思って。出たな、オイルシーン。お帰り、早いね、ご飯食べ終わんの。一瞬回って、戻る。はい。OK。あかんって。ちょっと今、忙しい。わかるじゃん、見てたら。忙しいんじゃん、今。一発も当たってへんから、もうやめて。超忙しいじゃん。こっちだ。頑張って。さきちゃんにこう。うん、ありがとう。覚えてないからあんまり量食べなくて早い。ああ、なるほどね。こっちの車が良かったんけどな。ね、そう、なんか最近結構大会が多いじゃん。大会自体が結構多い。そう、世界大会見たいし、LGL も確か今やってるんよね。さっき配信始めようと思ったらトップに映っとってんけど。あれ忘れよるように見えてんけどな。なんか見たいのいっぱいあってやばいなと思って。で、自分もやりたいじゃん。うん。大会も出たいし、配信もしたいし。ストーンも大会やってたし、大会だらけ、笑何それ、お尻見せて。まあでもこれがこう、配信じゃないわ。誰のこれ、これ e スポーツが盛り上がってるんやったらいいよねって言おうと思ったんやけど、おった。お尻大好きにゴーちゃん。はい、撃たれたね。どこだ？ナイス。ナイス。アイン、ガンガン来ますね。ね。大丈夫。なんかいらんもん。何？何もしてない。いる。もくもくで何も見えへん。大会前、調子は万全ですね。いいよね。いいよ。あー、うまいこと言っていいけど。割と優しめの、もう足短い。優しめの置き方してくれたらいいねんけど、撃ってきたやつがどこか分からんのかね。ん？後ろ3ヘルだけ欲しいんやけど。あかん。黒と夕飯済ましてきて応援するのし。うん、ありがとう、いってらっしゃい。撃って言ってもらえると嬉しい。幸運を祈る。頑張りまーす。いつかね、優勝できたらいいなって思う。一回で。あっちやと思うねんけどね。一倍欲しかったな。スモークがない、ほんで。書いたらあかん。あっちの可能性もあるもんな。
2号さんの優勝を願って明治神宮持ってない、持ってない。そうだよね、ありがとう。カゴでドンカツ取るわ。もう取れへんかったらもうあれね、うつ兄の祈りが足りなかったせいになるからね。あんちゃーん、夜の8時からドンカップで、それに向けてじゃないけど、まあでもそれに向けてちょっとやってます。予選で取ったりして、そうでも予選でもいい、予選とかでもいいから、ちょっと一回さきちゃんと大会とかで、今ね寒い、でも今日割とぬくかったから、体感ねぬくかったから、あれしてからにしようと思って。僕もビシャモンテン行ってきます。ビシャモンテンだっけ、ご飯食べてる時、ご飯食べてから、それのせいで優勝できなかったってさきちゃんに責められたい。ご飯食べてからさきちゃんは大会経験暖房つけようと思って。大会ちょこちょこ一緒に出てるぐらいちゃうかな。この間のダイスカップが初めてって言ってた気がする。ありがとう、みんなの力で、ね、ロンカス取るわ。スモークが欲しい。気すんねんけどな、どこぞに。持ってないもんね、その奥。勝負ごとなんだから、誰か鹿島大明神行きなさいよ。詳しいね。あさって教習の試験受けに行くんこ。おー頑張って。教習所でね、成績良くてもね運転できないから。身をもって学んだから、教習所で。あ、私実は車運転できる人や、できる人間やったんやって思った。教習所でいっぱい褒めてもらって。全然運転したくないもんね。坂道発進一回ハンコもらえなかった俺が通りますよ。でもなんか先生にもよるもんね、そういうのって。この道路をバスの駐車での参考一回もらえなかった俺が通り合いだ。一択が取れて1年かかった未来思い出思いだった。私重たい。重い。相手がアテナすぎみたいなところあるか。でも勝ててよかった。怖いなここ、高すぎる。スモークなんで持ってないの。ほかほかになってもダイスがアホほど打つから。なんかいる？もうどこにいらんよな、何も。行くか。どこに？そんな私ですが、行くか。教官の教えのおかげで試験も検定も全部受かりました。頼む、耐久力の高い。回復結構あるはず。上の方を取りたいな。上の方、
けるこれ。大体宇野の忍者。アンチさえしてくれれば結構有利な位置上やし。なんかマウスパッドにゴミが。ち。来るな。こっちだ。でも車見て投げてきたんやろうな。ウェット？下もか。結構怖いな、ここ。どうする？手汗べちょべちょ。なんだろ？お、わかった。多分あれ？強い！強かった？久しぶり。あー久しぶりの分割や。約2週間ぶり。よかったー。相手がなんかダメージ食らっててよかった。はあ、死ぬかと思った。よかったー。イエーイ。コメント全然読んでなかったかもしれない。あ、でもそんなライブなかったかな。あ、よかった。これでね、でも2週間ぶり。ありがとう。ほんまに久しぶりやもん。2週間や。よかった。ちょっと待って、手震える。ちょうど時間もいい時間なんでね、これでご飯食べてお風呂入って